ズニーとどうもそうじゃないそうですということで、今回はですねついにこの時が来ました。真夏の全国ツアー2024東京公演神宮座席確認。はい、ということでね、もうこれに僕はかけてますこれにかけてますっていう感じでですね、まあ少し前からねもうチケットトレードが始まってるということで、この真夏の草2024東京公演神宮のチケット発券ね、すでにもうできるよっていう、発券できますよっていう状態なので、もうねチケット発券してる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと僕はね愛知公演もあったんで、愛知公演終わってからこの神宮に向けてね気持ち高めていきたいなと何そのガチ勢みたいな何なんですかっていうね、そのお前がライブするわけじゃないのにっていうね、愛知公演終わってからこのね神宮のチケット発券しようかなって思っていて、で愛知公演もね無事終わって、じゃあ次神宮だぞというところでね、チケット発券編本日こちらやってきましたので、セブンイレブンさんでチケット発券してきましたので、座席、神宮の座席、僕の座席をね確認していきたいなと、見ていきたいなというふうに思っております。で僕がね、まずチケット持ってるのは神宮3日間ねあると思うんですけど、9月2日3日4日あると思うんですけど、9月4日ですね、千秋楽最終日、神宮の3日目のチケット持ってて、で、チケット当選したのが一番最初のですね、まあ、モバイル一時っていうんですか、まあ、一時選考、チケット一時選考一番最初の一応チケット選考で、当選してますという感じになってるので、まあ、本当に紙席の可能性もあるしっていうね、まだ秘めてますよっていう感じなんじゃないかなと。さっきも言った通り僕はこの神宮にかけてますからまあね、僕その大阪の1日目で、そして愛知のね、1日目、現地参戦チケット持ってね、行きましたけども、まあその2つのねチケット、自分の座席はまあ全然良かったんですよ。全然楽しかったしね、まあ席も別にめちゃくちゃ悪い席ではなかったし、もう普通にねいい席だったんですけど、まあ紙席かと言われればそうではなかったのかなっていう。いやーもうねここで引くしかないでしょと、神関。じゃあねその会場、東京公演ね会場である神宮ですね、の座席こんな感じとなってるんですけども、まあまあまあ神宮はねもう何回も乃木坂ライブやってますから、あーまあいつも通りなのかなっていう感じではありますけども、まあやっぱりアリーナ、僕今回のね今年の夏アリーナ引けてないですから、大阪公演もね、愛知公演もねアリーナじゃないですから、やっぱアリーナ引きたいよねアリーナ聞きたいなっていうところだったりとか、まああとはその僕大阪公演も愛知公演もまあちょっと似たような席で、そのメインステージからは遠い席側だったんですよ。後ろの、ね、ステージは結構近かったけどみたいな感じの席ではあったんで、今回やっぱさすがに、ね、メインステージ近くで見たいなっていうね気持ちがあるんで、そのスタンドだったとしてもメインステージに近い側だったらね嬉しいなっていう、まああとはやっぱスタンドのね、前の列の方ですよね、前の列の方だったらレスもね、もらいやすいみたいなところもあると思うんで、この辺をね狙ってというか見ていきたいなと思います。じゃあ行っていいですか。もうやばいですよ、めちゃくちゃ緊張してますめちゃくちゃ緊張してるから行きますか。いやでも本当にねもう今年の夏これが最後ですから、今年の夏の終わりですよ、ラストなんで頼みますと、ね、お願いしますという感じで、じゃあ行きたいと思います。ドンとハイチケット出しました。もうここに自分の席が書いてありますよという感じで、行っていいんですか。行きます、見ます、せーの、はい。これはどうなんですか。三塁アリーナではないアリーナではないです。三塁の13入り口はでもメインステージ近い側じゃない、これ三塁って左だよね、だからそうだよね。13入り口の27段ってどれぐらいなの。いやまあちょうどなんかその真ん中、このオレンジのさ、この座席表でいうオレンジの部分のこれ一番後ろぐらいじゃない。あら、あらららららら、ら、あら、あら、でも、あ、でも、でも、でも、めちゃめちゃメインステージは近い側だぞ、多分。13入り口ってもう、ね、もう本当にこっち側、三塁側の一番グーンっていったところ側だから、メインステージには結構近い可能性はね、ありますね。これどうなんだこの席は。ちょっとね、でしかも僕多分番号を 言わないですけど、席の番号ね、番号的に13入り口の中でもあのもっとよりこっち側、メインステージに近い側だから、
これはね意外といいかも。ちょっと段がねもっと前の段だったらもっと良かったんですけど、27段よりもっとね一桁とかさの段だったらもっと良かったかもしれないけど、意外といいかも。意外といいかもしれないし、なんならさ去年の神宮とかでさ、このスタンドのさ結構上の方っていうかさ、その通路というか間トロッコ通ったじゃないですか。それもワンチャン近い可能性もなきにしもあらずかな、ちょっとわかんないけど。なんでそういうまたねトロッコとかがあったら、スタンドのね上の方でさトロッコとかがあったら、そしたら結構近くでメンバー見れるかもなっていう。でもメインステージ結構近そうだし、まあこの横のステージはね今回あるかわかんないんであれですけど、メインステージもぼちぼち見えそうではあるかな。うん、これ結構どうだろう、悪くない気がする。悪くないし、ワンチャン神席になり得る可能性も秘めた席なのかな。ちょっと段数がね27段っていうところがまあちょっとどうかなっていうところでありますけど、でもいいよ、悪くないと思う。全然多分ね全然いい、結構いい感じだと思うし、僕はもう何よりこのメインステージにめっちゃ多分近い側だから、それが嬉しいっすね。もう大阪大地はさメインステージのまあほぼ、まあ、正面というか正面側だったからさ、メインステージめっちゃ遠くて、メインステージなんてもうね肉眼では見れない、双眼鏡で見てた感じでね、後ろのステージは近くでメンバー見れたけどみたいな、大阪の愛知もね、ちょっとこう似たような席ではあったから、そう考えたら全然違うから、大阪と愛知のこう席とは、まあそもそもね会場違うのあれですけど、ドームでもないしねあれですけど、全然違うから、これはね僕的にはちょっといいかも。僕的にはね悪くないかもしんないっすね。ワンチャンレスの可能性も、レスもらえる可能性もあるんじゃないかなっていう感じで、個人的にはね意外といいかも。なんかこうねこう正面でもないし、あのねミニステージの、ね、一番こう距離がある正面でもないし、そのちょっと中途半端なというか真ん中らへんでもなく、もうがっつりスタンドの中のメインステージにがっつり近い側だから、悪くないかもしんないこれは。はい、まあそんな感じで、まあちょっともうねパッと見、ああもうこれ神席だわみたいな、アリーナでもないし神席だわとは言えないんですけど、ちょっとこれ現地ね当日ライブ行ってみたらめちゃめちゃいい席でしたよっていう可能性をね秘めてるんじゃないかなっていう、ちょっと可能性感じるよね。でポテンシャルある。でポテンシャル秘めてますよってい う感じなんで、ちょっとこれはねいいかもしんない。うん、個人的にはめちゃくちゃ良さそうな感じで、ちょっとよりライブがね、楽しみになりました。はい、ということで今回は真夏のゼクサ2024東京公演神宮のね座席確認やっていたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、ぜひねなんかこの辺の席、ね行ったことあるよという人ね、なんかあったらコメント欄で教えてほしいなと思うし、まあ皆さんもね、さっき最初にも言ったようにチケット発券してる人もねすでに多いと思いますので、皆さんもねどんな感じの席でしたというようなあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。全てを奪った君は